今回はお風呂の排水口にとっても気になる頑固な汚れがついているんですけれども、その汚れをきれいに落としていこうかなと思います。こちらです。この黒い汚れです。この黒い汚れの原因は何かと言いますと、黒カビではありません。この蓋の裏側の黒いゴムの色移りなんですよね。カビキラーは塩素系なので漂白力がありますんで、カビキラーでは落ちないのかやってみますね。歯ブラシで洗っていきますね。で、すすいでみますよ。はい、落ちてませんよね。なぜカビキラーでは難しいのかというと、ゴムの色移りに最適な洗剤ではないということになります。こういったゴムの色移り、汚れのグループでいくとレア汚れということになります。レア汚れに最適な洗剤はダイダイの滴です。ダイダイの滴を使ってゴムの色移りを落としていきます。はい、初めに少し濡れていますよね。なので水気を拭き取っていきます。水気を拭き取りましたので、大大に滴をつけていきます。指で塗り広げます。はい、このまま少し放置をします。3分から5分ぐらい放置した方がいいと思います。で、さらにこすり洗いを前後に入れてあげるとより効果的なんですよね。今回はこちら 3COINS の使い捨てロールスポンジという商品なんですけども、これでこすってみようかなと。指に巻きつけてちょっとこすってみますね。あ、取れましたね。放置する必要なくもう取れました。こすり洗いを入れてあげた方がいいですよね。はい、綺麗になりました。では同じようにこすって、うん、落ちましたね。残るはここですね。はい、はい、綺麗になりました。念のため息が残らないようにシャワーで吸いであげた方がいいと思いますね。引き上げなくてもいいと思いますけれども、排水口なので。はい、ご覧の通り4箇所とも綺麗にすることができました。どうもありがとうございました。